バスタ・ライムスは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ブルックリニースト、フラットブッシュ出身のジャマイカ系ラッパー。11歳の時、ニューヨーク郊外のユニオンデールに引っ越す。この頃からミサマミマネでラップを始めた。16歳の頃、地元の仲間たちとリーダーズ・オブ・ザ・ニュースクールを結成。その後、チャック・ディーが審査員を務めるテレビ番組に出演した際、 ボムスクワットのエリック・サドラーに才能を見出され、共にツアーで回ることになる。この頃チャック・ディーにバスタ・ライムスと名付けられる。1991年アトライブ・コールド・クエストのヒットシングル、シナリオに参加し一般に知れ渡る。その後も様々なアーティストの客演をし人脈を広げ、ソロアーティストとしても注目され始める。同年、エレクトラレコードからデビューアルバム、 Future With Out A Past をリリースし、大ヒット。1993年、セカンドアルバム、T.I.M.E. をリリースするが、この頃になると群を抜いた、バスタの才能に人気が集中。メンバーとの間に圧力が生じ、1994年に、L.O.N.S. は解散。個人レーベルフリップモードレコードを設立し、1996年2月に、デビューシングル、ウーハー。 ゴッドユーオールインチェックをリリース US、UK チャートでトップ10入り5月にはデビューアルバムザ・カミングも全米チャート6位入りし一役トップスターとなるその後も立て続けに2枚アルバムをリリースしトップ10入りさせ通算400万枚以上売り上げたさらに1996年に結成したグループフリップモードスクワットのデビューアルバムのリリースや ブランド、武士の旗揚げなど、快進撃は続いた。フォースアルバム、アナーキーのアメリカ以外の国では、売り上げが伸びず失速し始めるが、映画やテレビの出演で、タレントとしての活動が多忙となる。2001年、LONS 時代から在籍していたエレクトラを離れ、J レコーズと契約。2枚のアルバムをリリースするが、売り上げは伸び悩み続ける。 2003年ドクタードレイの設立したアフターマスへ移籍し、レコーディングを開始。しかし、数曲がインターネットで流出し、制作は難航した。この頃長年トレードマークだったドレッドを切り、坊主頭に。2006年 PV 撮影中に銃撃され、彼のボディーガードでもある親友が殺害される事件が起きる。原因は不明。彼は事情聴取を拒否。 この事件についてこうにコメントはせず批判を浴びることとなる。そんな暗い話題を振り切るように、4年ぶりとなる新作、ザビッグバもリリース。自身最高記録の全米チャート1位を獲得し、見事に復活を遂げた。翌年からアルバムの制作開始するが、アフターマスの上層部との意見の食い違いで契約を解除。モータウンと契約後も制作は続けられるが、 タイトルや発売日が2点3点。ようやく2009年5月にエースアルバム、バックオンマイ BS がリリースされた。2010年、We Are the World 25-4配置のレコーディングに参加。ナインスアルバム、ザ・キモ」を7月4日にリリースする予定だったが、未完成に終わる。2012年 Google Play からナインスアルバム、Ear of the Dragon を無料でリリースし、ファンを喜ばせた。 現在は、テンスアルバム、ELE2 に向けてレコーディング中。 1996年、1997年、1998年、1999年に、0 0 0年に、1 0 0 1年に、1 0 0 2年に、1 0 0 3年に、1006年に、1008年に、1009年に、1010年に、1011年に、1012年に、1013年に、1014年に、1016年に、1017年に、1018年,年,2018年ありがとうございます。